大ヒットコンパクト、ヤリスの資質を継承した新型コンパクト SUV、トヨタ、ヤリスクロス。今週の発売に先駆けお披露目されたプロトタイプの姿からは、想像以上に本格派な一面が見えてきた。明かされた新情報とともに、60枚の写真を紹介しよう。トヨタヤリスクロス Z、プロトタイプヤリスクロスは、ヤリスと同じコンパクトカー向け TNGA プラットフォーム、ガビー、1.5 リットルダイナミックフォースエンジン、そしてハイブリッドシステムを受け継いだ都市型コンパクト SUV だ。骨格や心臓部、そしてヤリスの名前を共有しながらも、そのエクステリアデザインにはヤリスとの共通点は全くないと言っていい。トヨタは日常の中の非日常に着目、これまでのコンパクト SUV とは異なる独自の魅力を追求したとしている。エクステリアデザインはエネジェティックスマートをコンセプトに、SUV としてのロバスト、頑強さとコンパクト車として重要なアジリティ、機敏さをミニマルに表現した明快な立体構成とした。水平基調を軸に SUV らしい力強さを表現したエクステリアは、ヤリスの軽というよりもミニ、RAV4 的なイメージが強い。トヨタヤリスクロス Z プロトタイプ、トヨタヤリスクロスハイブリッド G プロトタイプ駆動方式は 2WD と 4WD を用意するが、ヤリスクロスらしさを味わうなら 4WD が良いかもしれない。ガソリン車の 4WD にはマルチテレーンセレクトを用意。シフトの手前にあるダイヤルで窓サンドロックダートを切り替えることができる。駆動力 4WD、ブレーキの制御を最適化し、オフロードや滑りやすい路面での走破性を向上させる。また前輪駆動に近い状態と 4WD 状態を自動で制御するダイナミックトルクコントロール 4WD システムも採用している。ハイブリッドの 4WD はトヨタ車でおなじみの E4 を採用。片方のタイヤが空転してしまうような悪路では、トレイルモードによって空転するタイヤにブレーキをかけ、反対側のタイヤに最適な駆動トルクをかけるよう制御。雪道などでもスムーズかつパワフルに走ることができるとしている。この他にもダウンヒルアシストコントロール、スノーモードなど本格 SUV 並みの 4WD 性能を備えるのがヤリスクロスの売りだ。トヨタヤリスクロス Z プロトタイプ、使い勝手の面では車高を生かした荷室空間を特筆したい。まずはトヨタのコンパクト SUV として初採用の4対2対4分割加灯式リアシートだ。リアシートを倒さずともゴルフバッグ2つを搭載できる積載性を持つが、シートの真ん中を倒せばスキー板のような長尺物も搭載可能。さらにデッキボードを6対4分割式とし、さらに2段階調節を可能としたことで、さまざまな荷物を効率的に搭載できるようにしている。トヨタヤリスクロス Z プロトタイプ、また新開発のハンズフリーパワーバックドアを、これもまたトヨタのコンパクト SUV で初採用。手が塞がっている状態でもスマートキーを携帯していれば、リアバンパーの下に足を出し入れするだけで開閉が可能だ。トヨタヤリスクロスプロトタイプ、安全性能面では最新の予防安全パッケージトヨタセーフキーセンセを採用。交差点での右折時にも対応するプリクラッシュセーフティや、路上の歩行者を検知し衝突回避を行う緊急時操舵支援機能も装備した。さらに SVSC 横風対応制御付きをトヨタ車として初採用。これは高速走行時の強い横風を検知して片側の車輪にブレーキをかけることで車線の逸脱を抑制してくれる機能だ。
ですることも多くなりそうなヤリスクロスならではの安心装備と言えるだろう。また、自動駐車機能、アドバンストパーク、パノラミックビューモニター付きも、トヨタの SUV として初採用。この他にも、アダプティブハイビームシステムを、トヨタのコンパクト車として初採用するなど、あると嬉しい先進安全装備を満載している。グローバルモデルであるだけに、トヨタの力の入れようを、さまざまな装備からも伺い知ることができる。ヤリスクロスの価格は未公表。ヤリスクロスハイブリッド G、プロトタイプ。